こんにちは、須崎博と申します。私は今秋田県内で外国人観光客を地方都市に誘客する、そんな仕事をしています。そんな中で今日は実際に秋田に外国人が来るということ、そしてそれがこの地方都市においてどんな意味があるのか、その現状をお話ししたいなと思います。外国人が地方都市に入る本当の意味、まず最初に皆さんこの数字をご覧ください。896とあります。この数字皆さん何だか分かるでしょうか。896、これは2040年までにこの日本全国からなくなるかもしれない市町村の数を表しています。896です。とてつもない数字です。理由は何か。世界最速で進む高齢化と人口減少です。私自身観光業を通してこの地域における環境がどんどん悪くなっていく、そんな姿を目の当たりにしてきました。私は高校を卒業してすぐにホテルマンになりました。最初は長野県の蓼科というところで、その次に東京の、ど真ん中のホテルで働きました。たまたまですが地方と都会のホテル両方で働いたことによって違いが鮮明になりました。一番の違いは何か。それは外国人の数です。その当時から都内にいる外国人のお客様はおそらくお客様の半分ぐらいすでに外国人でした。片や一方、長野県の蓼科という場所で外国人の観光客を見ることはほとんどありませんでした。東京に来る海外のお客様、とても特徴的です。私が働いていたホテルでは多くの方はビジネスマンでした。なので何度も一人でグループで日本を訪れてビジネスをされる。東京、大阪、京都、この辺はビジネスで行きます。北海道、九州、有名な観光地は接待で行きます。そんなお客様が私に、若いベルマンに何を聞いてくるかといえば、とても面白い質問でした。例えば、ヒロシ、なぜ日本人は名刺をこんなに丁寧に渡すんだとか、日本人は電話をしているとき誰も目の前にいないのにお辞儀をするよねと、あれはどこで学んだんだと、小学校から学ぶのかみたいな、そういったことを聞いてくるんですね。彼ら何が知りたいか、観光地じゃないんです。日本人の行動、文化、そこに対してもっと深く知っていきたいと、そういった要望でした。その中でも面白かったのが、彼らから日本の地方都市に対する質問が多かったことです。例えば、ヒロシ、ほら、もしお前がこれから3日間休みだとしたら日本のどこに行く。有名な観光地は嫌なんだ、まだ世界の人が知らないそんな場所に行ってみたい、どこがいいって聞いてくるわけです。私は面白くなって、じゃあ例えば長野県の蓼科行ってみませんかと。私は高校を卒業してそこでおもてなしを学んで日本文化を学びました。ああ面白い、そこに行きたいな、言ってくれるわけです。そうすると、私どうやって行くか説明します。まずは、このホテルから東京まではタクシーで行ってください。でそこからタクシー、東京駅から蓼科駅までは電車で、そこから南蛮線のバスに乗って45分でそこからとかって言ってるとですね、不安そうな顔がこう見て取れました。ヒロシ、それなかなか行くの難しいなと。ちなみにそこにいるおかみは英語喋れるのか。そうか、喋れないのか。そしたら今回は遠慮しておこうかな。そんな話が終わることが多かったです。とても悔しかったです。確かに今このお客さんが、日本語喋らないお客さんがあのホテルに行けるか、多分行けないでしょう。納得しました。でもすごくもったいないと思いました。この東京にいるホテル、お客さん半分が外国人で一部が地方都市に目が向いている、需要があるわけですね。片や一方、地方のホテルでは人口減少のもとにお客さんがどんどん減って、
新しいマーケットが欲しくてたまらない。もしこれがつながれば両者ハッピーになるんじゃないか、そんな思いを持つようになりました。それが私がこの国際教育大学に来た理由でもあります。今ここにある国際教育大学、山の中に約1000人の学生がいて、200人が外国人であると。もちろん観光業ではないですが、地方都市に海外の人がいる、そんな状況に惹かれて私はここに入りました。秋田の、観光現状について戻ります。例えば外国人が秋田のことについて調べるとき、やはりインターネットを使います。どう調べるか、今皆さんももしよかったらやってください。アルファベットで秋田と調べます。何が出てくるかという話なんですね。出てくるのは秋田犬です。もしかしたら今調べてくださった皆さんの中には秋田プリフェクチャーがちゃんと出てきた方もいるかもしれません。でもそれはインターネットのテクノロジーのおかげです。今私たち今秋田県にいるので秋田県が出てくるかもしれないんですが、それが県外国外で調べるとアルファベットで出てくるのはほとんど秋田犬なんです。そう、この秋田という地域は世界には知られていないんです。地域活性化をやっていく上でこれが大きな問題になります。世界の人は秋田を知らない、秋田の人は世界がどうなっているかわからないんです。今地方創生と言われる言葉がこの地域を席巻しています。どうにかして地域を活性化させたいと地域の皆さんいっぱい頑張っています。でも実際の答えはわからないんですね。どうやっていけばいいか、いろんな先生方が来て教えてくれます。でも最初の一歩どうしたらいいのと、秋田県誰も知られていないよと、そんな中でどうやって世界に広めていくのか、本当のところわからないのが現状なんです。私自身観光業始めて4年、いろいろ悩みながらやってきました。そんな中で実は一人の外国人のお客様が私たち地域に大きなヒントをくれた出来事がありました。その時のツアーは秋田県羽後町というところで実施したツアーです。秋田県25市町村あるんですが、その羽後町という地域でまさにこういう風景、農山村が広がる山村です。ここの皆さんと一緒に外国人を受け入れようと農家さんも張り切ってくれました。よし、じゃあ羽後町は西もない蕎麦が有名だから蕎麦を作りをさせようと、外国人ってそ、あの天ぷらが好きらしいよと、あ、じゃあ天ぷらも用意しようよと、いやそんなこと言ったらさ、最近テレビで外国人が回転寿司のところ行列できてるらしいよ、じゃあ寿司も作るか、いや寿司はちょっと高いから、餅つきに変えとこうみたいな、いろんなこと準備しました。そして実際にお客さんが来たんですね。たくさんのお客さんが来て地域の皆さんが教えて、楽しんでくれました。この光景を見た時に一人の農家のお母さんがちょっと不安になりました。若い皆さんがたくさん来て身長もみんな高いと、もしかしたら私たちが用意したご飯じゃ足りないんじゃないかと、せっかく海外から来てくれたんだからお腹いっぱいになってほしい、慌ててキッチンに戻って見たら炊きたてのご飯がある、あ、おにぎり作ろう、おにぎり作り出したんですね。そうするとそれを見た一人の参加者が近寄っていきました。そしてすっごいこう興味津々で見てるんですね。I see, I see. Ah, that's why おにぎり triangle. そう言うんです。え、私どういうこと？と思うね。うん、おにぎりは知ってるんだよね。うん、で、おにぎりっていうのは三角形なんだけど、何が面白いの？聞きました。そしたら彼女続けるんです。I know, I know, おにぎり。I can buy おにぎり in a convenience store in my country. And I've watched おにぎり。And TV media, in manga. But I didn't know why onigiri is triangle. But now I know it, I know it. The mother's hand is a triangle. Ah, I got it. そういうわけですね。どういうことか。もちろん世界の人々おにぎり知ってるんです。確かに日本のコンビニエンスストア世界中にあります。
そこで三角形のおにぎり出してるんですね。テレビでも、漫画でもおにぎり食べるシーンが出てくるんですよ。でもなぜそれが三角形かというのが分からなかった。それが見るとお母さんたちが握っているおにぎりがその形が三角形だったと。お母さんが握る姿を見て、ああだから三角形なんだと喜んでくれました。そして Can I try to make this おにぎり、彼女は言って農家さんのお母さんの中に参加しました。で実際作り出したんです。意外にこれ難しいんです。熱々のおにぎりを手に乗せる、これ初めての人じゃなかなかできません。でそうするとお母さんがこう言って、じゃあさ水をつけてやりなさいというわけですね。でもこれも難しい。たくさん水をつけすぎるとご飯がバラバラになって崩れてしまうんですね。みんなキャッキャ言って楽しんでくれました。お母さんも正直驚きました。私たちいっぱい用意したのにこれが楽しかったの？おにぎりだったの？最終的に出来上がったおにぎり、三角形かどうかは置いときましょう。 いずれ綺麗なおにぎりが出来上がりました。このおにぎりのストーリー、実は地域にとって大きなインパクトを与えました。私たちは地域の人々が海外からお客さんが来るっていうのは海を越えてわざわざ私たちの地域に来てくれる。なんとかしいっぱいおもてなしないと、寿司も何もあれもこれも全部用意しないと、正月よりもいいものを作らないとって思うわけです。でも感動したのはこのおにぎりだったんですね。そうかと、これでよかったんだ。私たちが海外の目線を初めて地域に取り入れた瞬間でした。外国人が地域に来るということ、それはどういうことか。もちろん一義的には海外の皆さんが異文化の目で地域の価値に感動する、このために観光業をやってます。ただ実はこれだけじゃないんですね。その外国人が感動する姿を見て地域の皆さんが自分たちの価値に気づく。おにぎりに価値があると思っていた人はほとんどいなかった。それが海外の人の目を通すことで自分たちの価値を自覚することができる。ここに大きなポイントがあるわけです。外国人が地域にやってくるということ、それは外国人が感動してそれを地域の人たちが自分たちの価値、それを自覚すると、こういった循環が実は地方創生の最初の一歩であり必要なことだと思います。あれ以来この秋田県羽後町には私たち約1000人の外国人を入れるようになりました。少しずつですが受け入れ先が増えて外国人の数が増えてきました。そして今では羽後町こんな光景が広がっています。これは先月やった台湾のお客様が羽後町を訪れて小学校で交流している姿です。彼ら私が行くと喜んでわーっとやってきて、あ、外国人連れてくる人だ、今日何人連れてきたの、ハローの人、ニハオの人、サワディカップの人と聞いてくるわけですね。もうノーバリアでみんなが話してます。おそらく彼らにとってこの経験は将来大きく影響すると思います。多分この中から誰かが私が留学に行きたい言い出すでしょう。この中から私が日本に帰ってきて、いや羽後町に帰ってきてその魅力を世界に発信する言い出すでしょう。こんな光景私たちもっと作りたいと思っています。地域活性化、必要なことは何か、方法がわからない、どうしていいかわからない、私たちがおにぎりから学んだことはこれです。地域の皆さんがまずその自分たちの地域を愛してそれを自信を持って他者に共有する、このことが重要だと思います。今私も外国人受け入れてみようかな、でもやっぱり不安だな、そんな農家さんが羽後町にはたくさんいます。そんな時先輩の農家さんがこう言います。気にしなくていいと、そんな特別なことしなくていいから、もし迷ったらねおにぎり出せばいいから、嬉しがるよ、そういうわけです。
またたくさんの若い人たちが今この地域の課題解決しようと地域にやってきています。この中にもそういった方がたくさんいると思います。皆さんの立ち位置、どんな人として地域と絡んでいますか。地域の人、その地域で生まれて地域を何とかしようと思うような人でしょうか。ぜひその地域もっと愛してください。そして自信を持って他者に伝えてください。逆に外で生まれて地域に入って何か変えようとしている人ですか。まず最初にやるべきことは自分の感動を地域の人に伝えるべきです。それが地域の人たちの自信につながり新たな発信につながっていくと思います。一番重要なことは何か、その外の人も中の人も本気で地域にコミットすることだと思います。単に外の人間が外からツンツンとアドバイスするようなコンサルタントは必要はない。外の人間がわざわざこう地域に入ってそこでコミットするから意味があるんです。ぜひ一緒にこの地域で未来を作りましょう。そして誰のためにやるのか、それは先ほどの鵜子町の子どもたちのように私たちの次の世代、それを作っていく、そんな人たちのために行動しましょう。ありがとうございました。